3月27日、西東京教会主日礼拝。聖書の箇所は、新約聖書ヨハネによる福音書第12章20節から26節まで。賛美歌は297番です。全地よ、主に向かって喜びの叫びをあげよ。喜び祝い、主に仕え、喜び歌って御前に進み出よ。知れ、主こそ神であると。主は私たちを作られた。私たちは主のもの、その民、主に養われる羊の群れ。感謝の歌を歌って主の門に進み、賛美の歌を歌って主の庭に入れ。感謝を捧げ、皆をたたえ。主は恵み深く、慈しみはとこしえに。主の真実は世々に及ぶ。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、こうして今あなたに招かれて、あなたを礼拝することができますことを感謝いたします。本来であれば御前に近づくことも、あなたを私たちの父なる神様と呼ぶことも許されないような存在でありました。しかしあなたはそのような私どもをご自分の子としてくださるために、御子主イエスキリストを使わせてくださいました。主のおかげで今こんな自分があなたに愛されていると信じることが与えられています。その喜びを仲間たちと共にし、共にあなたの前で祈り、あなたの皆を讃えることができますように。主のご受難を覚えるこの季節、主が十字架についてくださらなかったらば、決して御国に向かう道の開かれなかったことを心に刻む私どもとしてください。主に感謝し、あなたに感謝して、
今この時を過ごすものとしてくださいますように。ウクライナの情勢はさらに混沌としたままです。さまざまな思いが交錯しながら出口を見出すことができません。どうかあなたがその御手を持ってこの世界を導いてくださいますように。そしてどうか平和をもたらしてくださいますように。この日本という国に生きる私どもがここで何をなし何を祈ったらよいのか、あなたがどうか示してください。私どもの愛するこの国が使える国として今の時代を生きることができますように。そのために全世界で政治の責任を負い力を委ねられている者たちにあなたが導きをお与えくださいますように。どうか御心を尋ね求めることができますように。今この時やむ者、困難に直面し途方に暮れる者、その一人一人を御手を持って支えてください。西東京教会に連なる者たち、配信を通して礼拝を共にする者たち、そして主の名によって建てられている教会すべてに集う者たちの上にあなたが御霊の助けを豊かに与えてください。またこの教会が建てられているこの町にあなたが御霊を豊かに注いでくださいますように。教会が主の福音を響かせ続けることができますように。誠に力弱い小さな教会ですけれども、あなたが御心のままに用いてください。この祈りを主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。聖書を読みます。聖書は新約聖書ヨハネによる福音書第12章20節から26節まで、新約聖書新共同訳聖書で192ページです。ヨハネによる福音書12章20節から26節まで。さて祭りの時礼拝するためにエルサレムに登ってきた人々の中に何人かのギリシャ人がいた。彼らはガリラヤのベトサイダ出身のフィリポのもとへ来て、お願いです、イエスにお目にかかりたいのですと頼んだ。フィリポは行ってアンデレに話し、アンデレとフィリポは行ってイエスに話した。イエスはこうお答えになった。人の子が栄光を受ける時が来た。はっきり言っておく。一粒の麦は地に落ちて死ななければ、一粒のままである。だが死ねば多くの実を結ぶ。自分の命を愛する者はそれを失うが、この世で自分の命を憎む人はそれを保って永遠の命に至る。私に仕えようとする者は、私に従え、そうすれば私のいるところに私に仕える者もいることになる。私に仕える者がいれば父はその人を大切にしてくださる。今教会では主イエスキリストのご受難を覚える季節を過ごしていますが、少しずつ読んでまいりましたこのヨハネによる福音書においても、いよいよ主イエスキリストが十字架におつきになられる杉越の祭りという祭りの季節を迎えております。今日ご一緒に耳を傾けました十二章の二十節に、さて祭りの時
礼拝するためにエルサレムに登ってきた人々の中に何人かのギリシャ人がいた、そう告げられています。このギリシャ人たちがすでにユダヤ教を信じるものとなっていたのかどうか、聖書には何も記されていません。ユダヤ教の信仰を持つ一人としてエルサレムに杉越の祭りの祝いのために来た、そう読むこともできます。あるいは私は鎌倉という町で長く育ちましたけれども、お正月の季節にはたくさんの人が鶴岡八幡宮という神社にお参りに行きます。ただその初詣に行く人たちの中にもしかすると観光の気分でその初詣の人々の中に入っている人たち、そういう人たちがおそらく相当数いると思います。ここでのエルサレムに登ってきた人々の中でギリシャ人と言われる人たちも、もしかするとこの杉越の祭り、一年で一番大きい祭りの時に自分たちもあのエルサレムの神殿に行ってみよう、そういう思いで来ているのかもしれません。しかしどちらにしろこのギリシャ人たちが今主イエス・キリストにお目にかかりたいと願うのです。21節に彼らはガリラヤのベトサイダの出身のフィリポのもとへ来て、お願いです、イエスにお目にかかりたいのですと頼んだ、そう記されています。直接主イエスキリストを探してというのではなくて、主イエスキリストの弟子であるフィリポを見つけて、フィリポにどうか主イエスキリストに会わせてほしいと願うのです。すると22節にフィリポは行ってアンデレに話し、アンデレとフィリポは行ってイエスに話したとあります。ここでどうしてフィリポやアンデレの名前が出てきているのかということについて聖書の解説書はいろいろ言っていますけれども、むしろここではフィリポ・アンデレという二人の弟子が教会を表している、そう言ってよいと思います。フィリポという一人の人、アンデレという一人の人というよりもフィリポとアンデレ、このような教会が主イエス・キリストと出会いたいと願う人々と主イエス・キリストの間を取り持つ、主イエス・キリストを紹介する、そういう役割を果たすのであります。さて23節にイエスはこうお答えになったとあるんですけれども、どうもこのヨハネによる福音書では主イエス・キリストがフィリポやアンデレの仲介によってギリシャ人たちと対面をしてくださって、そしてその上でこれから話されるお言葉を語られたのか、それともフィリポやアンデレにギリシャ人たちに伝えようとする言葉をお委ねになったのか、その言葉ははっきりしないところがあります。もしかするとヨハネによる福音書を書いた人にとってはそれはもしかするとどちらでも良いことと考えられたのかもしれません。
主イエス・キリストが直接であろうと、弟子たち教会を通して主イエス・キリストの言葉が届けられるということであっても、どちらにしても主イエス・キリストの恵みが届けられる、そこには同じ恵みの出来事が起こる、そう考えているんです。さて、そこで主イエス・キリストが答えてくださった言葉が、多くの人がよく知る聖書の言葉です。人の子が栄光を受ける時が来た。はっきり言っておく、一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままである。だが死ねば多くの実を結ぶ。主イエス・キリストは人の子、主イエス・キリストご自身が救い主としての栄光を受ける時が来た、そう告げておられます。ただここでの栄光を受ける時というのは、みんなから褒めたたえられて神の子としての栄誉をたたえられるという時ではなくて、そうではなくて、神様から見捨てられて呪われた罪人として十字架で殺される、十字架につけられる、その時が来るんです。そしてまさにその十字架において、主イエス・キリストこそ神様の誠の一人子であり、神様の思い、神様の御心、どうしても全ての人間を救いたいと願われる神様の願いを表される、そのような救い主としての光を放たれる、そのことが告げられているのです。一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のまま、だが死ねば多くの実を結ぶ。まさに主イエス・キリストが十字架で死んでくださり、麦の粒が死ぬように死の中に下ってくださり、しかしまさにそのことにおいて私たち全てを生かしてくださるのです。私たち全てを神の民、神の子として取り戻してくださるのです。死んでいた私たちを生き返らせてくださるのです。主イエス・キリストはそのようなご自分の恵みを今告げ知らせてくださるのです。25節に、自分の命を愛する者はそれを失うが、この世で自分の命を憎む人はそれを保って永遠の命に至る、そう告げられています。自分の命を愛するということはどういうことなのだろうか、自分の命を憎むというのはどういうことなのだろうかと思います。自分の命、ただ自分としてある命、それは別の言い方で言うと主イエス・キリスト抜きの自分の命、主イエス・キリストと関係ないところにある自分の命、そのような命を愛する者は自分の命を失ってしまう。しかし主イエス・キリスト無関係のところにある自分の命、これではダメなんだ。主イエス・キリスト抜きには自分はどうしようもないのだというふうに自分の命を憎む、自分の命のどうしようもなさを知る、そのようなものが命を与えられて永遠の命に至る、そう主が告げていてくださるのです。26節で、私に仕えようとする者は私に従え、そうすれば私のいるところに私に仕える者もいることになる。主イエス・キリストに従う、これは主イエス・キリストを模範にするとかそういうことではないように思います。主イエス・キリストを遠くに見ながら
その主イエス・キリストの姿を目標に据えて歩いていくというところとも違うように思えます。そうであるよりも、主に従うというのは主イエス・キリストの後ろにぴったりくっついていく。イエス様、あなたがおられるところに私もいたいんです。あなたの背中にくっついていきます。あなたがいないところでは私は生きられないんです。そのようにしながら主イエス・キリストの背中にぴったりついていくのです。だからそれはすぐに、私のいるところに私に仕える者もいる、イエス様がおられるところ、主イエス・キリストがおられるところに私たちはいるのです。主イエス・キリストが私たちのところに来てくださったからです。26節の後半で、私に仕える者がいれば父はその人を大切にしてくださる。主イエスの背中についていく者たち、その者たちを父なる神が大切に愛してください。こう言い換えてもよいと思います。父なる神様は私たちを愛そうとしてくださいました。そして私たちをご自分のため、ご自分の子として取り戻すために、主イエス・キリストを使わせてくださり、十字架につけ、そのようにして自分の命では主に近づくことができない私たちの中に主イエス・キリストを置いてくださった。そして私たちを主イエス・キリストの背中にぴったりと張り付くように、御霊の力において主と結びつけてくださった。私たちの命はかつての命と違う命になっている。主イエス・キリストと別のところにいるのではない、主イエス・キリストの背に貼り付けられた命に変えられている。それが私たちを愛した知らぬ神様が私たちにしてくださったこと、主イエス・キリストの救いの出来事においてしてくださったこと、そして同時に今御霊なる神様の働きにおいて私たちにしていてくださることなのです。私たちは今目に見えなくても主の背に張り付くようにされ、主に従って歩むものとされているのです。その恵みを共に感謝しながら歩いていきたいと願います。お祈りをいたします。主イエス・キリストの父なる神様、私たちが今主のおられるところに共にあり、主と深く結びつけられております恵みを感謝いたします。主が私たちを神の子とするためにご自分の命を捨ててくださったことを本当に改めて感謝します。それがなかったらばと思うと恐ろしいことです。この恵みに感謝して歩む私もとしてください。そしてあなたが差し出してくださったこの恵みを共に信じることができます。あなたの恵みの御言葉に感謝して、主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌297番、Oh
があなた方を祝福し、あなた方を守られるように。主が御顔を向けてあなた方を照らし、あなた方に恵みを与えられるように。主が御顔をあなた方に向けて、あなた方に平安を賜るように。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。